増崎瀬奈さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では9ヶ月間養成所での訓練、はい、生活を終えて今一番印象に残っていることはありますか？はい、やっぱり陽介さんや荒川さんがこう養成所に教えに来てくれたことが一番印象に残っています。その時はどのようなことをお話しされましたか？そうですね、やっぱ乗り方のフォームだったりとか、こう気持ちの面でどういう、こう試みでこう走路でこう走行すればいいのかだとか、こう結構細かいところまでアドバイスしていただきました。はい、お話聞いた後の方が気持ち的に変わったりはしましたかね？そうですね、だいぶ気持ちが楽になりました。はい、はい、今9ヶ月間経って入所した頃と今とでは気持ちの変化などはいかがですか？はい、すごいこう人間的に成長できたというか、こうメンタルがとても鍛えられたなって思っています。はい、やっぱ入った時とは全然違いますかね？そうですね、もともとすごいメンタルが弱い方だったので、こう養成所でかなり鍛えられたかなと思ってます。はい、そうだったんですね。やっぱり、まあ、指導員の方に、はい、あの野田選手が疲れているんですが、はい、見ていただいていかがでしたか？はい、そうですね、すごいこうなんで楽に乗ってみなとか、はい、こう具体的にアドバイスをしてくれるので、こう毎走行毎走行こう課題を持ってこう乗ることをすごいアドバイスしてくれるので、そこはすごいありがたく思っています。はい、ではですね、レーサーになってからの目標はいかがですか？はい、やっぱり所長をはじめ教官や多くの選手の方々にお世話になったので、やっぱその人たちに恩返しが結果でできたらいいなって思っています。はい、目指すは一着。そうですね、はい、はい、もうその向けて参考にしている選手などはいますか？そうです、やっぱ憧れの選手は、まあ、入所の時からそうなんですけど、はい、浦田選手に憧れてます。はい、参考にこれからも走っていくわけですね。はい、まあ、浦田選手と同じレースになる日も、はい、まあ、そう遠くはなくなるわけなんですが、その時はいかがですか？そうですね、やっぱ浦田選手のようにこう最後まで粘り強いレースが自分もできるようにこう頑張っていきたいと思ってます。はい、それでは最後デビューに向けての意気込みを、はい、カメラに向かってお願いします。はい、はい、これから一歩一歩さらに成長できるように努力をしまずに頑張っていきたいと思っていますので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。